M スプラッシュチャレンジのコーナーです。このコーナーでは M スプラッシュがさまざまなことにチャレンジをしていきます。毎回内容も変わりますので、ぜひ楽しみにしていてください。さて、今回の対決はお絵かき対決。今回のテーマは秋に食べたい食べ物です。秋ではめぐみとなずに対決をしてもらいたいと思います。勝った方にはこちらのマリーンズとザックのコラボタオルをプレゼントします。かわいいですよね。ではタオルがもらえるように頑張ってください。はい、頑張ります。ではいきますよ、はい、よーいスタート。秋に食べたいもの。さあ2人は何を描くんでしょうか。もういい感じ。ありますね。たくさんありますね。秋といえば何を描くんでしょうか。でも食べたいものはたくさんありますね。はい、あ、でもいいですよ、いいですよ。お、めぐみはいい感じみたい。ちょっと焦ってます。あ、なじは焦ってます。でもなじもいい感じなんじゃないでしょうか。あとなんだろう。お、めぐみはたくさん描いてるみたいです。秋、秋。では残り10秒前です。冷静ですか。見せてもらいたいと思います。お願いします。じゃん。お、なぜはこれはサンマです。絵なのに栗って書いてます。めぐみのは栗とさつまいもとぶどうとかぼちゃと、これは柿を描こうと思います。あ、柿みたいです。めぐみのもの、はい、果物の柿を描きました。では判定をしていきたいと思います。判定は私とここにいるスタッフさんのキャッシュで決めていきたいと思います。まずはじめに、めぐみの絵が上手だと思った方。なるほどなるほど。では次に、なぜの絵が上手だと思った方。なるほどなるほど。ではこの勝負、めぐみの勝利です。やったー。やったー。ありがとうございます。めぐみには先ほど紹介したこちらのタオルをプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。いただきました。ではめぐみ一言いただいてもいいですか。はい、私秋の食べ物がとっても大好きなので、たくさん描いて勝つことができて嬉しいです。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ではなじ負けてしまいましたが、どうでした。はい、負けてしまったんですが、このサンマを食べて元気をつけたいと思います。ありがとうございます。はい、ではなじはね、絵を頑張ってもらってパワーをいっぱいつけてもらいたいと思います。なじとめぐみ、ありがとう。ありがとうございました。以上、M スプラッシュチャレンジのコーナーでした。今すぐチャンネル登録。